さあ第3クォーターが始まりました。中央大学は久岡がボールを運んでいこうというところ。ここで71番の沼倉が入ってきています。そして中村にボールが入って、さあ中村右へ出しました。青木、そしてここはスピードのミスマッチになっている。シュートが決まりました。ここはうまくボールを運んできました。はい、使ってやっぱりあれですね、いい形合わせがうまかったですね。最後沼倉ですかね。はい、あーっと足にかかった。ノーファイ、ノーファルですか。白鵬大前田が少しこうがっくりとしたような、肩を落とすような仕草がありました。前田レオ、東北高校出身です。ここで右へ開いてショートコーナーが一旦後ろに戻します。中村からボールが回って久岡から合わせようとした。外に来た。さあこの来た、ようやく来た中村。ここで逆転というのはね、やっぱり網野ヘッドコーチはタイムを取りましたね。33対32、ついに中央大学がこの試合初めて逆転に成功しました。これはやっぱり卒業してしまったというね、今回作らなくちゃいけないという網野ヘッドコーチのやっぱり問題だと思うんですけどもね。一つの課題ですね。課題だと思いますね。はい、その白鵬大学ボールを運んでいきましたのが32番の三浦です。その三浦にボールが戻って、中央からそれイブラヒマが打つ。外からのイブラフがリバウンド取った。中央、ここは3対3です。そしてノーマークですね。あー、ノーマーク来た。また2本目来た。これも来た。連発。さあ中村来ました。2本連続。この爆発が中央の面白さですよね。今のもやっぱ4番5番のプッシュからやっぱガードに渡してからのキックなんでね、はい、非常にいい形ですね今。はい、ボールを中に入れました。逆に白は落ち着いた方がいい。そう、ゴールスタイルで、はい、いいですね。これでいいわけですね。これでいいですね。いいんですね。失礼しました。いいね、ファールはイブラヒマに対するファール。これは青木のファールです。これスクリーンダウン入ってからポストアップで青木選手のハンドチェックですね。ここ、はい、これはファールがありましたのでカウントワンスローです。さあこっからじゃないですかね。多分、うん、はい。まあ、勝負でところですよね。インサイドの白鵬とアウトサイドの中学、ここから明確になってくると思いますね。はい、あっとカウントワンスローは決まりませんでした。36対34、中央大学のリードは2点です。今大会のまさに台風の目、一部昇格を決めました。そして17年ぶりの関東トーナメント、中央大学ベスト4なんですよ。まあ、そんなに変わってますか。昔僕らの時代では中央来るのは当たり前なぐらいだったんですけど、ブロックした。これはブロックしました。ボールを取り返しました。白鵬。さあインサイド、まず、おっと、ノーファール。ノーファールです。アウトナンバー。これアウトサイドも。久岡から外へ出して、さあ中村のシュート。これは今度は来ないがリバウンドを取った。ロングリバウンドを取って、また戻してくる。中に入ってくる。フリーになったからレイアップか。外へ出した。ショートコーナー。これいった。外からのシュート、鶴巻です。これが中央のバスケット。さあこれ乗ってしまうのはダメね。箱どうやってこれをね、リズムを変えるかですね。はい、ここは前田がボールを運んでいきます。そして三浦と秋野、これは三浦がそのままいって苦しい体勢。ああ、よく決めた三浦、これはよく決めました。ファールは久岡。これはあれですね、はい、ペイントの中対スリーポイントって、そこの勝負になってきますから、塚本さんがおっしゃるようにこの両チームの攻めの特徴がこう出てきてね。一つちょっと気になるところというのが、やっぱりプレスダウンに対する対応というのが前田君なんですよ。前田君のディフェンスの方がやっぱ下がるだろうということで、やっぱりボールも運びをしてるんで、そこはちょっとガードでやってもらいたいですね。なるほどね、ガードの経験のためにもね。これはどちらのボールでしょうか。ブロックですね。あ、ブロックしました。はい、ボールはどうやら中央ボールです。外のボールもそうなんですけども、はい、これやはり1回入って外へキックアウトという形はもうずっとこれは中央大学やるわけですね。それが前半部分は入らなかったんですね。ただ中村君の、まあ、久岡君が作ったところ、中村君のシュートが入ったところから、はい、リズムは出てきますよ。これ、はい、これも強引にいった。強引にいってファールをもらった。ファールをもらいました。沼倉に対してのファールです。これファールいったのが35番の秋野風紀。こうなってしまうんですよね。インサイド、アウトサイドが入ってくるとインサイドだけ守っていいわけじゃないので、今度はもうズレというのが大きくなってきますから、逆にそこの辺を沼倉君がやっぱりペネトレーションというのは頭いいですね。すごく。その沼倉のフリースローです。
最初にもご紹介しましたが、まあ、入学時はほとんどほぼ無名の選手。無名ですね。一ノ関第一ですからね、はい、この人はあのスポーツ推薦じゃないですか。ステーコーで入ってますね、まあ、ここもまた少し高いところからですが、これはマンツーマン。そうです、あの今リードしてるんで、ゾーンはやらなくてもいいと思うんですよ、はい、ただそれは頭の中に箱を入れながら攻めなくちゃいけないんでね。ただペネトレーションがこうやって効いてるんですけど、落とすと一瞬で走られるんで、それノーマーク使われると、さあ鶴巻のショットはこれはダメ、リバウンド取った。さあ今度は走る中央から長嶋、長嶋が体を預けていく、リバウンドをタップした、ここは速攻が出ました。41対38、3点差、中央大学のリードは3点。第3クォーターは今3分半が経過しています。今まで重たかったんですけど、ここから変わってくると思いますね、変わってきますね、はい、久岡が手で動きを合図しています。中にボールを入れました。ここは青木か、いや失礼、鶴巻、ミスマッチですね、はい、そうですね、ここはミスマッチ、長嶋がついてるんで、はい、いきますよね。あの縁が久岡くんうまいんですよ。なるほど、もうミスマッチだったと思った瞬間にポストアップしろ、はい、これでカバーダウンが行きづらくはなりますよね。あ、そうなんですか。先ほど、いや第3クォーターでスリーポイントが入っちゃってるんで、あ、なるほど、あそこに行ったら出されると、行ったら出されちゃうんですよ。鶴巻君の視野というのが下を向いててくれたらいいんですけど、よく見てますか。あれではちょっとなかなか行きづらいですね。川島が今ので3つ目のファールになりました。鶴巻がフリースロー1投目を決めています。フリースローも前半は両チームあまり良くない、ね、50% 台ですかね、入りが良くなかった。ここでまたプレスをかけられると、そうですね、ここですよね。ここは少しプレスをかけています。ここ、はいはい、マンツーマンでプレスをかけていきました。ここは今中川が入っています。川島がファールが3つ開いていく。前田からゴール下入った、イブラヒマ、ボールが手につかない、ターンオーバー。5対4になってますが、これよく開いて、ここで入って沼倉のポンプフェイからファール。イブラヒマは帰ってないので、ね、帰ってないです。ここら辺のジャッジメントは非常に良かったですね、はい、さあここで白鵬が試されるのが、はい、誰がフロアリーダーだということですよね、うん、去年までだった野崎君、奥野君がいたので、はい、まあ、ここで変えてもね、あの神里君入れても多分修正できたと思うんですよ、はい、今シーズンこれが春の見るのが一番面白いところですよね。誰がこのフロアリーダーで引っ張っていくかですね、白鵬はね、はい、あ、2投しっかりと決めてきました。44対38、逆に6点中央大学がリードです。狭いを見て、あ、これよく見ないとダメですね、ターンオーバー。ここで走っていこうというところ、フリーになっているハイポストから鶴巻のシュート、決まった。この合わせはうまいですからね、ね、中央大学いい形、今ので15点目です、鶴巻。ここは前田からイブラヒマ、このジャンプシュート右45度、これでは、タフになってるんで、はい、2クォーター8分の0で、チームとして0本なんですよ、だからインサイドからのキックアウト打ちやすくした、これ久岡がうまいんですよね、ここね、綺麗にパスが出てハイポストから中村、久岡、はい、それで鶴巻っていうのこれずっとやってるんで一緒に、あ、なるほどね、合わせはもう最高にうまいですよね、これね。ボールは中村からこれハイピックに行きました、青木です。そしてここも、ここはもう完全にスピードのミスマッチ、ハードショーに来てなければ横に流れてファールをもらえるんですね、はい、いや、あの見えないところスタート上に残らないんですけども、本当に久岡君のこのバスケット IQ っていうのは見えますね、ここはね。なるほど、47対38で9点差です。また久岡に対して今は三浦がついているようです。白鵬、そして中村、あ、もう完全に誘いました、あの久保さんを見て、あ、言ったようにね、完全に誘いましたね。日本のスリーポイントがこれだけね、効いちゃうんですよね。あ、そういうことなんですね。あれ決まってなければあそこのところこう踏みとどまれるわけですね。そうですね、やっぱり前日1日休みがあったので、やっぱり相手のビデオも撮ってるし統計も撮ってますよね、アナリストから。そうするとやっぱりあの中央の得点源が中村君、はい、これに対する 1,2 クォーター非常に良かったんですよ。良かったですね、はい、その鍵が開いたことから日本のスリーポイントでやっぱりどうしてもコンフィーズしますよね、
ですからどっちを抑えるんだって、ドライブもすごくいいんでね、中村君ね。そうですね、ここもしっかりと2本決めまして49対38、中央大学11点のリード。これ完全に中央のペースになりました。ペースになりましたね。ここはね、ガードの差っていういうことになっちゃいますね、これ今見てるとね。しかも、まあ、エースガードの川島が今はファールトラブル、ね、はい、ベンチです。ここは三浦ダブルチームいく、うまく三浦、まあ、あと足に当たりましたが、これはファールがありましたね。そうですね、ハンドチェックかなんかかもしれませんね、今ね、はい、鶴巻変わったんじゃないですかね、はいはい、これ今の鶴巻のファールですかね、かもしれませんね。今足立くんが入りましたね、はい、足立かけるが入りました。それで三上ですね。久岡ですか。久岡が3つ目のファウルです。11点リードできたんで、ここでちょっと余裕で休ませたいですよね、はい、追い上げるのにどうしても久岡君ずっと出したんで、はい、これダブルチーム、あーっと今はいいディフェンスかと思ったんですが、ちょっと間に合いませんでした。悪くないと思うんですかね、今のフィルはね。22番の足立ですね、はい、ギリギリですね。ギリギリですね、今のはやっぱり手が当たっていると取ったのかですよね、今ね、はい、しっかりとイブラヒマ決めてきました。第3クォーターも半分を経過、残り時間が4分18秒。ただまだ試合としてはもうもちろん分かりません。分からないですね、これは2投目は決まらない、はいはい、流れとしては中央が非常にいい流れ、ただこのメンバーを鶴巻君と中村君を変えたことによってどうやってリズムを作るか、はい、そこに対して発行がやっぱりこうですよね、はい、こういうのが起こると出た選手がそのままいいリズムを持ってるわけじゃないので、はい、これは難しいところなんですよ、バスケットの。なるほど、ね、休ませなくてはいけないんですけども、リズムの継続性がそこにあるかといったらそれまた違いますからね、はい、中村と三上、今三上がスチールされました。ボールは沼倉、三上にボールが入ってもう一度中村、中村から中央、青木です。ここで足立からまた中村に来て、中が空いた、レイアップ、うまい、うまかった、フローター、フローターサーブ、今のはうまいですね、これが中村君ですよね。中村当たってきましたね、当たってきましたね。今このメンバーであるとやっぱり中村君がやっぱりファーストオプションでやりたいですね、はい、51対41、10点差。ここで三浦、三浦から右に開いて中に入れる、あ、よく読んだが、ここはイブラヒマ。今は青木がいいカットかなと思ったんですが、ここはイブラヒマ頑張りました。ここはこうなるとやはり白鵬の方はやはりイブラヒマ、そうですね、はい、ここアングルを変えてからですね、アングルチェンジをしてからイブラヒマを狙う、はい、一旦中央に戻しまして、三上、三上から中村、そして青木、青木から足立にボールが入って、足立のハイポストからのシュートですが、リバウンド、このリバウンド取ってゴールした。流れが良くなると惜しくですよね、リバウンドまでね。でイブラヒマもやっぱりあそこまで出ていかざるを得なくなる、いかざるを得なくなりますから、そういったリバウンドが弱くなる、まあイーブンになりますよね、はい。ボールは58番の前田、フリーになって、あーっと手にボールがつかない。ここもうまく中村がかわしていきます。第1第2クォーターに比べますと、中村もボールを持ってドリブルに入るときに何かこう余裕が、余裕がね、やっぱり本当にスリーポイント2本大きかったと思います。心の余裕ができましたね、逆に今アミノヘッドコーチの方が5対0のリードの3クォーター立ち上がりタイムアウト取ったんで、はい、次のタイムアウト取りづらいところにこの中村のスリーポイントなんで追い打ちをかけてますよね。本当はタイムアウトで切りたいんですけど、2回目を取るのがちょっとね、そういう部分があるわけですか。ですから一番最後5対0のランは中央にとっては大きかったですね。ここは押し込んでフックショット来ない、もう一度リバウンド、ボールは中央ボールですね。中央ボールです。ここが一番本来であるとですよ、久保さんね、はい、ガードが経験のあるガードがいれば第2のヘッドコーチなんでガードが指示を出していくと思うんですけど、はい、今それを作っている段階なんでね、箱はね、ですからなかなかこうチームが今不安定状態になってますね。ここでまた肥後がコートに入りました。中央大学第2クォーター、肥後のプレーで、そうですね、中央も勢いがついたところがあります、うん、そうですよね、危ないところをなんとか勝ち力持ちましたよね、はい、その肥後、肥後から外へ出して、ここは22番の足立、中央青木、そして三上のバウンドパスが入って開いて、中村中に入ってきてふわっと浮かせた、ティアドロップはうまく決まりませんでした。今度は走っていきます、後ろに戻したんで、ゴールサイド、ナイスパス、これはいいパス、いいパスですね、
今は荒谷からのボールでした。サイドは前田、前半もそうですが荒谷君非常にいいですよ ね。荒谷はあの途中からでしたけども ね、あのスターターではありませんでしたけど、いろんなやっぱりスピードのあるプレーとか、はい、ここもピンポイントですね。今シーズンはこの前田君がねどれだけ得点取れるかね。前田は今ので11得点、今背中が映っていましたのが荒谷博秀。荒谷は東北高校出身です。カウントワンスローは決まりませんでした。56対45、11点のリードで残り時間が1分10秒。今のあの東北ラインだったんですね。そうなんですね、そうなんですね。荒谷で3年と2年生ですが1年違いですからね、はいはい、あの東北高校がやっぱりウィンターカップで出てきた時ですもんね、はい。そうですね、ウィンターカップ初出場の時のメンバーですね。ベスト16行ったんですよね、はいはい、あの決勝に明星が入ったということがインターハイで、はい、で出られる出られるというね、2校宮城県から出れるというところですね。三上です。まあシューターというのはこういうフリースローで落ち着く場合があるので、この後三上君をちょっと見てみたいですね、うん。まあ、本当のピュアシューターですからね、はい。57対45、また12点差、残り時間が45秒、残り時間45秒ですがファールがありました。足立かけるのファールです。足立も明星高校出身、はい、黄金時代のメンバーの一人。ここは動きながらですから前田に対するファールです。ここで中央が足立に代わりまして28番鶴巻がまたコートに戻りました。残り時間が44秒で12点差、白鵬としたらもうなんとか一桁台に ね、それともこのフリースローもすごく重要なんで、ちょっとね決まってないのが前田が、これは決まりました。残り時間が間もなく40秒を切ります。ゆっくりとゆっくりとボールを運びます肥後。ここでスイッチしていく、すぐに振り向いてのシュート、これは来ない。三上はクイックモーション、非常に速いシュートです。前田か、ここはインサイドもいいと思いますけどね、はい、今イブラヒマインサイドにいますが、はい、ここは中川から中に入れた、インサイドにボールを入れて周りを見る、戻す、もう一回インサイド入ると思うんですけどね、そうね、ここはハイピックに行きました。完全に読まれてますねこれ。危ない、危ないところですが、中で荒谷が入ってきてそのまま浮かせて、ここでうわー、ボールを取り返した、そのまま走って合わせていく、速攻出た。ここで第3クォーター終了、最後は速攻が出ました。中央大学ここもうまく合わせて、中村ですね、中村が躍動しましたね、はい。